む瞳思わせぶりな仕草にそけなくよ消せ me 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 Fill up the tank to the gasoline me bro Two baddies, two baddies, one Porsche Two baddies, two baddies, one Porsche 몰라 난 너가 뭘 하는지 있는 그대로의 모습 I don't admit it 幼い頃の願いを今も抱きしめたまま내옆에놓고붙어있어봐 Like a sneaker, sneaker, sneaker Come on, come when you come on with the storm 삼켜버릴듯와봐浮かれてる walking かかと鳴らしてたピンステピン見つけたよ心が Yes, like my home My homeAt home. 僕の部屋におかえり NCT127 ユータのユータアットホーム。この番組は NCT127 のユータが僕の部屋に皆さんをお招きしたようなアットホームの雰囲気でお届けしていきます。さて皆さん、5月も半分を過ぎてですね、汗ばむ季節になってきましたよ。皆さん暑いね、もうね、いきなり暑くなったよね、本当にね。夏ももう近づいてきておりますけど、皆さんどうですか？タンクトップの季節がやってきましたよ。新しいタンクトップを買う季節がやってきましたよ、皆さん。はい、今年はですねここにね、タイトおは緩めとか色などどんな気分ですかって書いてあるんですけど、もちろんタイトでしょ。緩めのタンクトップはやっぱ俺クラスになるとも着ないタイトなタンクトップをねじ込む、もうタンクトップはカッてやっぱね、カチッてしないと体に食い込まないとね、やっぱね、タンクトップタンクトップはね、そうで、今年はどうしようかな。去年はね、結構無地のねタンクトップで、ちょっとね無地なんだけど縦のラインがね細かく見ると入ってる、で通気性もいいタンクトップを使ってたんですけど、今年どうしようかな。今年はね、ちょっと派手なワンポイントのタンクトップでも着てみようかな。しかも今年結構俺体も鍛えてるからさ、ちょっとタンクトップのね、ゆうたが12月あわよくば2024年をまたいで皆さん見れるかもしれないんでね、今年の夏からタンクトップのゆうたちょっと期待しておいてください。それでは今週の1曲目をお届けしましょう。 NCT127 でタッチ。Girl, 난 빠져들 것 같은 더
NCT127 ユータのユータアットホームをお聞きの皆さん、たまたまラジオでこの番組を聞いてくれている皆さん、この時間は僕 NCT127 ユータのワンポイントお知らせコーナーです。5月のテーマは NCT のファンの呼び名シズニーにまつわる曲です。まずは NCT127 でサニーロード。歌詞のシーズンウィッタスマイルはみんなの笑顔が見たいという思いを込めて、シズニースマイルって聞こえるように歌っています。続いて NCT ドリームでベストフレンドエバー。かけがえのない存在を NCT ドリームのメンバー自身やシズニーとの絆になぞらえた曲です。そして最後は NCTU で Walk It。歌詞にシズニーが入ったナンバーです。以上 NCT のシズニーにまつわる曲でした。それでは引き続き NCT127 ユータのユータアットホームをお楽しみください。NCT127 ユータのユータアットホーム。NCT127 ユータのユータアットホーム、今日はですね、不思議な体験話というテーマでいただいたメッセージを紹介していこうと思います。怖いね。ラジオネームアウトリピュンツさん、ユータくんただいま、おかえり。ある日そこまで親しくなかった小学校の時の友達が夢に出てきました。朝起きて懐かしいな、そういえばあの子何してるんだろうと考えながら高校に向かっていると、そんな友達が自転車で通り過ぎていきました。そんなこともあるんだなと驚きながら投稿しました。今でも不思議に思いますというね。これ不思議だね。何なんだろうね。たま、俺もないんだけど、なんかこういうことかさ、人生でよく、俺もなんか今パッと出してって言われたら言えないんだけど、こういうことってあるんだよね。うん。なんかさ、ちょっと似たお話で、テレビのドッキリでやってたのを思い出したんだけど、ナダルさんだったっけな、誰だったっけな、が、双子の人とすれ違うんだけど、双子の人とすれ違って、で、ファンですって言って写真撮って、セルカで写真撮って、で、ありがとうございましたって言って行くんだけど、その10メートルぐらい先にもう一回違う双子の人が来て、あれみたいな、なるみたいな、ドッキリみたいなのね、見たことあるんですけど、ちょっと似てないけど、うん、ちょっと思い出しました。はい。じゃあ次行きたいと思います。ラジオネーム、ジジさん。ゆうたくん、ただいま。毎週ワクワクしながら聞いています。私の不思議な出来事は、ゆうたくんと同い年の娘に関する出来事でした。娘が2歳ぐらいの頃、ご飯やおやつを食べてる時によく誰もいない方に向かってスプーンを差し出してあーんということがありました。ニコニコ笑いながらです。大きくなりにつれてその行動はなくなりました。もしかしたら子供にしか見えないトトロでも来ていたのかもしれませんという不思議なメッセージ、ジジさんからいただきました。子供の頃でもよくあるっていうよね、これね。でも子供がさ、こうニコニコしながらっていうことはやっぱあんまり悪くないトトロだったのかもしれないね。うん、ちょっと怖いさ、そういう見えないけど怖いと子供がさ泣きながらこうなんだろう、見えない人に喋りかけたりとかっていうのはさよく聞くじゃん。でもこのトトロはいいトトロだったのかもしれないね。うん、なんか妖精だったと。あ、妖精だこれ。俺のエアポッツをよくどっかに置いていく妖精なのかもしれませんね、この人は。はい。じゃあ次行きたいと思います。ラジオネーム2727さん。ゆうたくん、ただいま、お帰り。いつもラジオ楽しく聞いています。私の不思議な体験は、私がトイレに入っていると起こるんです。トイレに入っていると、階段を降りる音がして、トイレから出ると、誰もいないというのが、お、ちょっと怖く読んでみよう。トイレから出ると誰もいないというのが今までに何回かあるんです。確かにトントンと2階から降りてくる音がするんです。2階にいる子供たちに聞いても降りてないよと言うんです。気のせいかなと思ってましたが、先日夫の実家に行った時も同じことが
今度は下から上に、上に上がる音が。私が1階のトイレに入っていたので、誰かが2階のトイレに行ったのかなと思って戻ってみると、みんな今にいるんです。不思議です。これ怖、これ不思議な話っていうか怖い話じゃないですか。もうゾッとするヒエーの話ですよ。これはこれ怖いっすね。何なんだろう。多分だけどいるのかもしれないね。27273のことが好きなお化けが。俺お化け信じるタイプだからさ、それもしかしたらね、何かがいるのかもしれないですね。って意味深で終わっときます。じゃあ次行きたいと思います。ラジオネームイリチリドハマリさん、初めてラジオに投稿させていただきます。こんなことってあると思うことが去年ありました。その日は仕事が休みで車を運転していたのですが、前の車のナンバーが8888で、もうなんか縁起がいいなと思っていたら、なんとその日は5台も8888とナンバープレートの車が前か後ろにつくっていうことがありました。何かのメッセージなのかもしれないと思いつつ、縁起がいいのかもと前向きな気分になった一日でした。ゆうたくんはこういう何回も同じことがあるとか、そういった経験ありますか？あー、ないね。でもなんかさ、こういうなんだ、目で見て同じことがあったとかはないけど、デジャブだっていうことはさ、これ何回も経験したことあるっていうのはね、何回もあるけどね、まあみんなもあると思うんだけど、ああいうの何なんだろうね。人生でさ、こう口では説明できないことみたいなのあるじゃん。で俺結構そういうの信じるし、そういうオカルト系もめちゃくちゃ好きだから、それこそね、俺ね、亡くなったおじいちゃんがね、亡くなったんだけど、その前日にね、おじいちゃんがね、会いに来たことがあって、夢の中なのか分かんないけどね、なんかそういう説明のつかないものってさ、何なんだろうね。ね、ちょっと不思議だな。うん、じゃあ次行きたいと思います。ラジオネームルーちゃんさん、ゆうたくんただいま、おかえり。私の不思議な体験話は、寝ている時にぬいぐるみが不思議っていうか、もうこれ疲れてるやん。ぬいぐるみが動き出したことです。私はよく寝る前に体が動かなくなることが、あるのですが、その時目だけはなぜか開けられます。その日も体が動かなくなり、あ、またかくらいに思ってパッと目を開けてみると、枕元に置いていたウサギの人形の頭が左右に動いていました。びっくりしすぎて私は動かないのに、うわっと振り絞った声を出してしまいました。そのことを母に話したら全く信じてもらえなかったのですが、友達に話したら、怖い、怖すぎると信じてくれて、なんだか少し嬉しかったですというメッセージいただきました。これやばいでしょ。もう俺も信じるよこれ。こういうすべてオカルト系というか、この口では説明できない系全部信じるからね。うん、ちょっとお祓いに行ってほしいなこれはね。ということで、ここで一曲ね、お送りしたいと思います。椎名林檎で人間として。正義よお前は今なんと清々しく透明か、澄み切った顔して今日も視線を奪う。だって僕らは絶えず正義を忖度してる。臆病者だろう、無双家でもあろう、わかんない。ねえ、みんながみんな好きな人に会って、宇宙の端と端でそう時計を祝い、消え去っていく方
NCT127 ユータのユータアットホーム、お送りしたのは椎名林檎で人間としてでした。それでは引き続き、みんなからいただいた不思議な体験話を紹介しましょう。結構みんなガチだからね、怖いんだけど、てか不思議な話っていうか、これなんかもう怖い話になってきたんだけど、ラジオネームトーアさん、ユータくんただいま、お帰り。私の不思議な体験は小学生の3年くらいの時かな。家にある窓から UFO らしきものが見えたことです。本当に UFO の形をしていて、赤と黄色に光っていました。それを見てすぐにメモ帳に書き出したことを覚えています。お母さんに話しても信じてもらえず、そこからあまりこの話はしていません。ゆうたくんは信じてくれますよね。いつも応援しています、大好きです、メッセージいただきました。信じますよ、もちろん。 UFO なんかもう一時期好きすぎてね、すごい調べてたからね。地底人説とかね、地球の地下にね、宇宙人がいるとかね、宇宙人はこの世界にもういるとかね、そういうのもすごい調べてたし、そう、なんなら UFO に連れて行かれるやつなんだったっけ、あれほら、あったじゃん、一時期ここほらヒューつって、そういうのも結構見てたからね、うん、信じてるっていうか、いるんじゃない UFO、 みんなどう思いますか。俺はね、 UFO いると思いますよ。はい、今日ちょっと何の話か分かんなくなってきたけど、はい、じゃあ次行きたいと思います。ラジオネーム小熊さん、最近あった不思議体験、朝起きたらスマホの画面がバキバキになっていたことです。私はもともとすぐスマホを落とすので、画面がバレないように頑丈なフィルムを貼っていました。買ってから1年ほど経ちますが、何度落としても絶対に割れませんでした。なのにある日起きてみたら、ベッドの横に置いてあるスマホが知らないうちにバキバキに、寝てる間に一体何が起こったのか、これは私のせいじゃないですよね、と小熊さんからね、不思議なメッセージいただきましたけど、これはね、妖精さんの仕業かもしれませんね。うん、妖精さんがパッて落としたのかもしれないし、はたまたまた違った何かの力が働いたのかもしれません。これはね、誰がやったのか私もわかりません。はい、でもこれ寝相が悪かったのかもしれないしね。うん、これは誰もわかりません。じゃあ続いていきたいと思います。ラジオネーム INTP さん、ゆうたくんただいま、おかえり。初めてお便りを送らせていただきます。じゃあユニティツアーのオーラスで起きた、オーラス来てくれたんだね。オーラスで起きた少し不思議な話です。私はスタンド席で楽しませていただいていたのですが、終了後座ろうとすると私の席にサインボールがあったのです。おお、初めて手にするサインボールに私も友達も大騒ぎでした。私の周りにはサインボールは飛んでこなかったのに、いつどこからかどうやって来たのか未だに分かりません。とても不思議で幸せな思い出になりました。本当に幸せなユニティツアーをありがとうございました、と、INTP さんからのね、ちょっとした不思議な話をねいただきましたけど、これもね、なんか回り回ってなんだろうね、投げたボールがパッ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 パーってなって、INTP さんのね元にたどり着いたということでですね、それはもう何かの縁があって、多分ね INTP さんの元にねたどり着いたと思うのでね、大切にねこれからも保管してほしいなと思いますね。はい、ツアーに来てくれてありがとうね。ということでね、今週もたくさんのメッセージ、ありがとうございました。そして次回のねメッセージ募集のお知らせはですね、いい加減にして、やってらんないとかね、呆れてしまった話、もううんざりと思ってしまったことなどね、皆さんのいい加減にしてほしいというねエピソードを教えてほしいなと思います。メッセージはですね、 OD 内にある番組ホームページのメッセージフォームで受け付けています。さて続いての曲はですね、 NCT127 で Back to You。
너의 전화 받을까 말까 자꾸만 또 고민돼 한참 동안 망설이다 이게 마지막이라면 하지만 넌 까부는 girl 내가 버리는 cash the diamonds and pearls 너 화려함에 파묻히는 girl 넘쳐나는 문자와 이메일 속에서 나는 너를 매일 지내려 해 원망을 해전부터 함께하지 못하는 운명인 거를 알게 아무렇지 않게 NCT127 ユータのユータアットホームをお聞きの皆さん、たまたまラジオでこの番組を聞いてくれている皆さん、この時間はインター FM だけのスペシャルコンテンツです。番組内で紹介しきれなかったメッセージを紹介します。ラジオネームスタッコさん、納豆しか勝たんユータくんにぜひ教えたいと思っていることがあります。納豆は冷凍できますよってことです。なぬ？パックのまま冷凍庫に入れておいて食べる前日か前日前に冷蔵庫に移して解凍すれば普通に食べられます。1ヶ月は持つそうです。え、そうなの？いいこと教えてくれてありがとうございます。この情報はですね、僕の納豆ライフを広げてくれそうですね。サッコさん、ありがとうございます。メッセージはまだまだお待ちしています。オーディーナにあるメッセージホームから送ってください。それでは引き続き NCT127 ユータのユータトームをお聞きください。NCT127 ユータのユータアットホーム、ユータアットホーム。今週の NCT127 ユータのユータアットホームいかがだったでしょうか。最後にね、この方のメッセージを紹介しようと思います。ラジオネーム青の姉さん、ユータくんただいま、お帰り。うちの人見知りの弟が高校3年生になりました。前後左右女子に囲まれた席となり、あー暗い顔をしています。姉としてはすごい面白い話ですが、本人は全く面白くないそうです。そんな弟に元気が出る曲をおすすめしてくれませんかということですね。毎朝聞いて投稿するそうです。
ゆうたくん東京ドーム公演最高でした。弟も行きました。ありがとう。これからのゆうたくんの活躍も楽しみにしていますね。いつもありがとうございますというメッセージいただきました。そうだね。このラジオでもね、紹介したんだけど、スパイエアのね、オレンジっていう曲もめちゃくちゃ個人的にはね、歌詞がすっごい腐ってくる、勇気づけられる曲で。で、あとはね、通学中に聴く曲はね、やっぱね、バンプスのアヘイドかな。バンプスのアヘイド以上に今ね、こう、疾走感あって、うわーってね、冒頭からなる曲にあんま巡り合えてないね、まだ。なんで、オレンジか、バンプスのアヘイド、おすすめします。聞いてみてください。はい。ということで、メッセージは、OD 内にある番組ホームページのメッセージホームで受け付けています。SNS でのハッシュタグは、英語でユータートホームです。それでは、お別れの時間となりました。NCT127、ユータのユータートホーム。DJ は NCT127 のユータでした。次回も僕の部屋に遊びに来てください。バイバイ。駆け引きなんてもう必要ないのに、ね、望むなら何もかも君にあげる All of me So please Baby open up to me 傷ついたっていいよだって戻れない、もっと知りたい Your colors 無邪気な smile 隠した Lies